皆さん、今日から2023年シーズン始まります、まあ、監督も昨日言われた通り長いシーズンなんでいい時も悪い時ももちろんあると思うんですけど、みんなで力を合わせて、みんなでどんな困難があっても乗り越えていきましょう。まあ、このチームならやればできると思いますし、絶対できると思ってます。今年で弱いドラゴンズをもう終わりにして、最後立浪監督をみんなで胴上げできるように、頑張っていきましょう。最後、thank you.
しょ。よっしゃ。はい、どうですか今の心境ですか。まあほっとしてますね。チャンスの場面どんな気持ち。いやもうなんとかしなきゃいけない場面だったんで、なんとしてでもその、ね、逆転できるような形で打席にっていうか、まあ、なんとか点を取れるように打席に入ったんですけど、はい、打ててよかったです。今日は周平さんの声出しから始まった試合でしたけど、はい、どうですか、声出し的には良かったですか。いや、まあ、あんまキャラじゃないんですけど、みんながいてっていうんで、はい、あのかなり大きい声援も戻ってきた中でしたけど、ファンの皆さんにメッセージいただけますか。やっぱりその声援があるとないで全然違いますし、球場の雰囲気も違いますし、なんかこう、まあ、後押しになりますね、はい、あの YouTube で勝った時やってたの覚えてますか。儀式的ドラゴン今日ちょっとビジターなんですけどいいですか。周平さん、はい、行きます。ドラゴンありがとうございました。